います。はい。はい。じゃあ、あの、第10章の、えオーストラリアの大学の魂をエンジニアリングすると、はい、いうことの、えー、その1、その2までいきましたはい。で、次はその3。その3があります。はい。えー、あの、かなりその彼も、クライブ・ハミルトン自身も、気持ちを傷つけたっていうのがすごくなんかこう、 フックしたみたいで。この例を、ま、いくつか。我々はこの番組でよくずっとやってますからね。あの、中国人の。これ、本当にあるんだな、いう。中国人民の気持ちを傷つけたという。びっくりしました、これ。はい。え2017年です。もう、去年ですね。はい。えオーストラリアナショナルユニバーシティ。国立大学。トップクラスの大学ですよね、これ。IT 系のクラスで。やっぱりほら、IT 系、コンピューターサイエンスとかそういうところのクラスでの、ある出来事だそうです。はい。え このクラス、まあ、これもね、ちょっと微妙なんですけど、ある講師がですよ、まあ、これ多分、あの、西洋側の、まあ、白人だと思うんですけど、この講師がですね、この IT 系のクラス、あまりにもカンニングが多いんだって。カンニングが多いと。ほとんどが、なんか8割ぐらいが、生徒が中国人だそうです。で、カンニングがやたらと多いと。みんなチーティングしてるんだ、チーティングしてるんだっていう話になってすね、コンピューターのクラスのところに、カンニング禁止。はい。 って書いたんこの、もうちょっと正しい言葉で、カニング禁止っていうか、このクラスではチーティングは許しませんということを書いたそうです、英語で書いただけなんですけど、英語で書いても、これじゃ中国側に伝わらないだろうなと、だって8割ぐらいいるわけですから、生徒が。だから、このチーティングをなんとかしたいと思って、しっかり親切に、中国語でそれ書いた、その下に、英語で書いたのと同時に、中国語で書いた。そしたら 彼ら多数派じゃないですか。うん、この中国語で書いたってことは俺たちに向けられたことかと。うん、まあそうですよね。ということなので、うん、講師の方はその多数派なんて親切に中国語で書いたんですよ。うん、はい。そしたら、傷ついたと。はい。傷ついたと。うん、で、これまずこのことを誰かが報告して、うん、えー、オーストラリアの中のやっぱりその中国系の新聞にまず、 ものが乗りますと。中国人が出して。はい。はい、で、それに対してわーっと盛り上げたら、うん、今度は人民日報が取り上げられるわけです。国際問題にしていこう,うと。そう、国際問題になるんですよ。はいはい。で、この交渉はすいません、うん、謝罪に追い込まれてですね。たうん、で、最後に何を言ったか、クラスの生徒はすべて全員が優秀だということで、<laughs> <laughs> 謝される、謝らされると。情けねえな。 教師もそうだし、やっぱ学長がそうなんです学校なんですよ、むしろ、その問題は、うん、そうだよね、うん、まあこれですよそう、オーストラリアの,この大学の場合は、もう、うん、その中国からの圧力に全部あのその、学長とかも全部もう丸め込まれてるという感じですよねそうですよね。ままあまあこういう形で圧力を外国からかけてくるって、しかも大使館も入ってくるっていうのがちょっと厄介なんですけど、これ、同じようなことがあります。うん これもっと厄介でシドニー大学あそこでたまたまですよ多分これインド系の人だったのかな授業で地図があってその地図でちょっとパーって見て瞬間にその地図がインドと中国が今争ってるじゃないですかビルマのブータンのあたりで国境争いをこの番組でも何回かやりましたけどあの時に インド側が主張する線に沿って書かれた地図が出たらしいんですよ。うん、一瞬なんですけど。<laughs> で、それを見つけた生徒が、<laughs> おい、ちょっと待てよと、<た>中国の側の主張は通ってないじゃないか、うん、おかしいよってことになって、うん、この講師はすいませんってことで謝罪に追い込まれて、うん、キャンパス内の地図をすべて中国側の主張に近い形でやろうってことで盛り上がっ <laughs> やりすぎてんじゃん。いやー、すごいですね。これ、うん、 豪州内の、つまりオーストラリアの中のウィーチャットのやっぱりグループがあって、はいうん、でそこで中国側の、まあ、いわゆるその右翼グループっていうんですかね、はい、が騒いで、うん、それを聞きつけた環球時報が取り上げて、はいうん、最終的にそれでもうまくいったってことで、勝利宣言,言。<laughs> 勝利戦言いやだな はい。本当に。びっくりですよ、びっくりですよ。もう一つ行きましょうか。ニューキャッスル大学。はいありますよね。これも、この、また有名な大学なんですよここでも、香港と台湾が、なんか教科書かどっかに、香港と台湾を国っていう風に。出しちゃった。あ、出しちゃったら出しちゃった。何が起こるか。香港、台湾じゃないですか。はい。傷ついたんですよ。生徒たちが傷ついて。で、シドニー医療時間が、その、ニューキャッスルにあるんですけど、シドニー医療時間が、大学に抗議して、ものすごい高飛車に、お前らは何も起かってないと。 現実を直視せよって言ったなんですすかこのテンプレの現実を直視せよ傷ついたとね。傷ついたと。中国人の気持ちを傷つけて、えその現実を直視してないと。あと日本に対してもよく言うね。歴史を直視せよ。歴史を直視せよと。お前だろと。歴史見てないのは。あの、これ英語でよくうソートレスリマークスってよく言うんですけど、あの、考えもしない、軽、軽率な、え発言みたいなこと。これ ちょっと紫さんこれ出ますねちょっと二個二個前のソートレスリマークスってシドニーの中国領事館ってもうあの要塞みたいですからねああそうですね。したあそういうところがかなり積極的にそのその現地のねあれを行動を吸い上げてその北京の方にあって国際問題にして謝らせるっていうなんかすごくこう圧力をねこうなんかやり取りするっていうやり方があるらしいですよなるほど いやー困りましたね。で、最後は講師学園です。うん、まあこれ、再び、一番初めのトピックに戻るんですけど、とにかく軍事産業とコラボしてるってことを、このクライブ・ハミッドさンに行く前にですね、はい、うん、えやっぱりいろんな大学に言うんですよ、あたんたのところの研究員でね入ってるけど、あれ、完全に軍事産業とつながってますよということを言うんですけど、そういう規制とかって、やっぱり一応、オーストラリア規制はあるんですよ、はい、そういう軍事産業とかにやってるような外国の勢力とやっちゃいけないみたいな。うん センシティブなね、特に高度なテクノロジーに関しては、情報を渡しちゃいけないってことやってるんですけど、特に中国とやっちゃいけないっていう感覚はあるんもちろん、最先端、いや、最先端のやつはあるんですけど、規制があるんですけど、それはでも守られてないですよ、実態として、それに対して、ハミルトンがそれおかしいんじゃないですかって、大学の方に行くと、大学の人たちは、いや、そんな、それはね、違うんだと、大学じゃない、政府の方か、政府の方は、それは大学がしっかりやってないからだと、俺たちは規制はしっかりあるんだど。 大学の方がしっかりそれを守ってないから、大学の責任だってことで言い逃れをするらしいです。せ、せ、こいですね。ちょっと、やっぱ、オーストラリア人嫌いになっちゃいますた。ダメだな、こいつら。情けないと。こっちはダメだなと。はい、情けないと。ま反中本じゃないですよ。反合本ですよ、これは。ほに。札束でビンタされてるよね。中国人に。バシ。わからんでもないけど、お金がないからわからんでもないけど、でもそこまで身を売るかってのは本当オーストラリアじゃない。経済成長もしてるし、 でお金がないとかじゃなくてまあまあ豊かな豊かなのにもっと豊かになりたくてぬるま湯に使っているというそういうい状態ですよねまあそれあるかもしれないですね、うんはい、まあとにかくですねじゃあ次ちょっと孔子学院のまたかの孔子学院いきますよ講師はい、はいうんはい、えー孔子学院、うんえー、オーストラリアの中に14個あるそうです、うん、14個結構多いですね<う>これはい で、えー、まずう、この大学がまさにこの先ほどの一番初めのフォーリンポリポリシーの時に出てきたようにですよ。はいうん、あのー、シドニー大学。うん、なんと2013年にダライ・ラマが来ると。うん、この訪問が来るっていう時に、断ったの。うん。まあ、最終的に学長が断ったんですけど、そ,それはなぜかというと、孔子学院の方から相当その、 圧力がってで面倒くさいから、学長はやっぱそれで、あもうごたごたして嫌だってことで、最終的に学長のほうから断ったらしいんですけど、終わった後に、いやー、これで本当、せいせいしたと、本当に、ああののダライ・ラマさんが来なくて、よかったって言っちゃってるんですよ、後のインタビューで、もうそれぐらい圧力がすごくかかってるから、ほっとしたと、ほっとしたと、マ抜ケだね、これ、言っちゃったっていうのも。 これに対して、公衆国に対しては結構研究してる人たちが出てきてるんで、アメリカの教授会、アメリカの教授会ですよ、全米、全米アメリカ教授会ってのあるんですけど、ここは中国の国家機関であるってことで、2014年に、もうそれはやめろっていうことを声明出してます。カナダの教授会もだめだと。で、カナダに、カナダにもですよ、インテリジェンス機関があって、CSIS って言うんですけど、 同じ頭カナディアンセキュリティインテリジェンスみたいなことなんですけど、CSIS があるんですよ。で、その諜報機関も、これは中国の国家機関であると一応認めて、あの、もう監視対象に置いてるということですね。アメリカの場合 FBI も講師学院入れるってこと、最近決まりましたところがですよ、これ僕もこれ見てびっくりしたんですけど、オーストラリア政府の中に教育省ってあるじゃないですか。はいはいはい。なんと、オーストラリアの教育省の中に講師学院が入ってるんですよ。 オーストラリア、その中の,その14校の管理,管理監督をするってことで、自国の教育省の中に、どうぞどうぞって講師学院の部門を作ってるんですよ。で、中にそこに入ってきてるんですよ。うん、教育を、他の国の教育を、<laughs> もうスパイ機関ってもう、他の国がだって認定してるんですよ。うんはい、なのに、オーストラリアは自国の教育機関の教育省の中に、だから日本でいうと文部省の中ですよ。はい、文部省の中に 孔子学院院のセンターみたいなものを入れますかって話ですよ。おかしいでしょ、これ。まあ、あの、NHK にし CCTV 入ってますけどね。<laughs> <laughs> あ,あ、まあまあ、それと、それと多分近いところだったんですいや、あれって何ですかどうなんですか大田さんなんかその辺 CCTV 入ってるけど、うん、それはオフィスを貸してるだけとかど,どういうことなんですかいやいや、NHK に入る情報は全部抜かれてるってことでしょ。 中国共産党に、うんまあまあ、まあ、情報は、まあ、そういうことでした、ねはい。そういうことなんじゃないですか。うん、で、そこに、我々は税金突っ込んだりとか、受信料を払ってる。まあ受信料払ってま、ね、受信料を払ってる。受信料を、まあ、税金的にね、にににまあ、払ってるっていう。ありますよね。いや、ちょっといや、僕ね、本当、このオーストラリア政府の教育省の中に、孔子学院の監督部門があるって、うん、どう考えてもおかしいですよね。で,でもね、日本も、うん、あの、教科書問題の時に、うん、あの、 近隣諸国自公っていうのはあの宮沢でもほらそれは一応その宮沢さんがだからまあ言ったのかもしれないですけど、うん、その一応その配慮するっていうことをまあ自国の中に入れた、うん、自国の歴史教科書にどういう歴史を教えるかっていうのを近隣の国に対して配慮するっていう勝手に やっちゃってるってバカじゃない。日本は中国の歴史観については文句は言ってないし、うん、いくらでも言えるのに言えないし、言えない。い<や><で>韓国についても言えない。はいうん、いやいや、お前ら最近できた国だろうと。中国、お前らも最近できた国だろと。戦後できた国だろうと。我々そんな戦ってないよと。はいはい,はいはい。いうふうなこととか全然言えるわけじゃない。まあ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 そう。日本軍を追っ払ったとかぐらいに、うんうん、向こうはどうせ教科書書,書いてるわけじゃん <laughs> <laughs> だから日本は言えるのに、言わないわけですはい、はい、言,わ言わない、言わないですね。はいはい、なのになぜ日本は中国や韓国の,、うん、あの歴史問題に関しての介入を教科書にやらなきゃいけないのかというのをやってる時点で、やっぱサイレントインベージョン、日本もされてるんじゃないのとい,ういや、でもね、オーストラリアの場合は、だから日本でいうとですよ、うん、文科省の中に、講師学院の監督部門があるんですよ。 まあだから、日本の進化型ですよ、それは。進化型ってなんですかそれいやだって、あの日本ほら、はい、前川がね、トップでしょ、はい、前川なんて、もうだって、あの、朝鮮学校にお金を、 出したいと。税金出したいと。無償化で。無償化で入れたいっていうふうに。ああ、はいうん。そっちを進めてたわけですから。まあ、そうか。だって、でも朝鮮学校っていうのは、拉致とかやった人間が絡んでたスパイ機関に来てる相当。<laughs> 日本人を拉致してんだよ。そ <laughs> う、まあ。そこにお金を。 入れようとちなみになんか、今朝どっかで見たツイートなんですけど、僕、左の人も相当追っかけてるんで、僕、フェアな人間じゃないですか、そういう意味では、赤旗も僕、フォローしてますよ、しっかりなんですけど、なんか一人ね、これ、おじいちゃんって結構有名な人なんですけど、この際、なんか、責任を北朝鮮に押し付けようとしてる安倍がおかしいとかなんか言ってるんですよ、拉致問題の。いやいや、それは、あの ちょっと待てよと。関三順も同じこと言ったんですよ。似たようなの。ええ。サンデーモーニングで、その拉致問題をもとに、えっと、利用してると。そうですみたいな発言をしてるんですよ。関三順してますよ。してますよ、この間。マジっすかえどういうことですか要するに、その拉致と騒いじゃいけないってことですか、つまり。 いやまあ、まあ、そんなふうな話ですよ。うん、でも、責任、俺、拉致問題の責任って、うん、どう考えても北朝鮮でしょ <laughs> そうですよ。で、それを北朝鮮に押し付けるなと、責任転嫁してるっていう話じゃないですか。えと思って目を疑ったんですけど。<laughs> あ いうのそれを、まともにテレビでやって、その番組が潰されないってこと自体おかしいじゃないですか。何のための BPO なのっていう、その要は番組を精査して、ねね、だから、そんなね、うあのー、言論、そうそうそう、安倍は、左派に対しては言論の自由がありすぎるわけですよ。はい、安倍は拉致を政治利用してるそう、うん、ね、そう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 、あれですね。はい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 。馬鹿、まあ、かと。 すごいなぁ。そう。そうなんですよ。だから、あの、オーストラリアは確かに進化系なんだけども、日本も同じベクトルですよ。ちょっと待ってください。オーストラリアは自分の中に制度として作っちゃったんですよ。教育省の中にですよ。いや、いや、そこはね、あの、やっぱちょっとこう、えっと、オーストラリアは、 インスティテューションとして作ってるんですよ。それは、それはね、<laughs> あるんですよ。あの、要は、機関ですよ、機関。あの、欧米の一員ですから、<laughs> は,いは,いはい。そういう、こう、ルール作りに基づいてやるところがあるんですよ。<laughs> 日本人が一番ダメなところは、いや,いや,いやでも、ちょっと待ってください。ルール作りはいいと思いますけど、うん、おア、アメリカとかで閉鎖してるんですよ。そう。しかも、しかも他の国家機関だってみんないろんなインテリジェンスコミュニティでは多分その共有されてるわけですよ。うん、中で、 なんで自分の自国の教育機関の中に一部門監督機関としてオフィスを置きますか <laughs> だからねそれ,それはだからちゃんと明確にしてやらなきゃいけないからそういうふうにやられて,やってるだけで、はあ、あの日本は日本も僕はある意味悪いと思うやばいと思ってるのは,いはい、はい、逆にその前川だとか金もらってるかどうか分かんないような忖度ぶりとか。うん 脳天気な左右っていうのがいるんですよ。日本罪悪論で、中国、韓国が正しいって心の底から思ってて、ーーそっちに動いてる連中がそのマスコミとか大学の先生に多いんですよ。だから彼らが中国からお金もらってやってたらまだ筋はあるんですよ。ははははあの証拠があるから <laughs> お前ら金もらってたじゃんってことできるじゃん。<laughs> ところが思想的にシンパシーをそっちに 行っっちゃってるからはははそういう人は、あの、潰しづらい。まあ、何が言いたいかというと、はいはい、あの、オーストラリアのその教、今文科省の中の、うん、その施設を潰せばいいだけじゃない。まあまあ、まあ、あの、うん、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいですね。はい、ところが、日本の場合は、あのー、脳天気に、こう、 天真爛漫に天真爛漫です、ね。あの <laughs> 中国、韓国人は正しいと、北朝鮮正しいんだと、正しいかどうか、ま、気持考えないて考えてないと思いますけどね、多いんですよ、<laughs> 日本人よりもそっちの言うことを信じるっていう人が多いんですよ、<laughs> 心情的に心情的なのか分からないですね、だって、あの安倍独裁だと言うけど、習近平独裁だとは言わないわけですよ、もう絶対言わないですね、うん、そ,その変な、その流れが、どうしても。 だから、要は、名分化されてない証拠もなく、例えば、鳩山幸夫とか、うん、あれ、金ももらってないのにやってる可能性があるわけですよ。そうそうね、韓国に行って土下座したり。はい,はい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 。<laughs> <の>お金じゃないですよね。お金じゃない AIIB の役員を受けたりとか、はい、お金もらってないんじゃないのと思うんですよ。まあ、ツキズディスでいうとこの名誉の部分でやってる部分がありますね。そう。それが一番やや,やこしくない。刑期でも恐怖でもなくて。そう。そう。だから、要は、 あの金もらったスパイでもないのに、マルウェア機能をやってるわけマルウェア機能,ア機能マルウェア議員とか、そうだ、う鳩山さんの最近、俺もツイート見たけど、<う>異様だったな、なんか。だからあの、うん、日本のメディアっていうのも全部そうじゃない、うん まあ、それはあのなんかね、協定がなんかいろいろ、あで、僕ね、次回ね、ちょっと、はい、あのその協定の話について、ちょっともう一回、この中にも書かれてたんで、話もちょっとしたいなと思うんですけど、うんはい、まあそういうことなんですよ、つまり、うん、あのオーストラリアの場合、本当に制度として、自、うん、国の文科省の中にでも入れるかって話ですね、孔子学院の専門のててまあでも日本もでも早稲田とか、それやって、今でも全然、大学のね、バリバリ機能してるんで、だから、文科省の中に、 その中国のあれを入れた方がいいって心から思ってる連中は絶対に多いはず。ああま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 あ、はい。だっているでしょう。あの朝日新聞のあのまあ捏造記事をね、一番最初に書いた上村隆。はい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 が、あのやっぱ甘くだってね。朝日辞めてから。 北海道の大学の先生になって,てるわけじゃない、な文科省何してんだという話じゃない。<笑><笑>まあね、ねなんかそれを許すだけのあれはな朝日新聞とかの記者だった人が、大学の先生になってるわけですよ。メディア枠ってありますよね、メディア枠、そうそう、だから何の論文も書いてないやつが、うん、そのままなってるわけですよ。あーもう なりますね、奥山さんとかね、はい、なかなか大学にね、はい、就職するの難しかった中で、はい、ヨーロッパ行ってね、はい、あの博士号を取って帰ってきたけども。<laughs> はいはいはい 冷や飯食わなきゃいけない期間もあった。別に、冷や飯は食ってない。勝手に言ってますけど。ははは。冷や飯は食ってないですけど。でも。冷や飯とか言ってます。あの、朝日の。すごい僕苦労してるみたいですよ。朝日のしょぼいね。あの、熱度記事書いたやつは、標準になれるっていう。彼はね、頑張ったんですよ。だから、だから、だから、上村さんを擁護するわけじゃないですけどね。そういうさ、その、要は、中国政府や韓国政府や、 近隣の国に対して、貢献して、日本人を傷つけたやつは、つつはうん、職があるわけですよ、そこに僕はすごい、お金もらってる証拠もなく、そういうふうに出てること自体が、非常に納得できないわけですよ、うんね、だからオーストラリアのそれも情けないと思う、うん、でも、日本の問題は、心から、うんうん。ああ、信じちゃってる 浸水してるわけですよ。いや、それはオーストラリアも一緒ですよ。オーストラリアも一緒です。僕らの未来は、僕らの未来は中国にあるって言っちゃってるんですから。まあ、あの、ほら。ボブカーとか。先週言ったね。あの、河野洋平の。いや、意外とね、僕、じゃあ、じゃあ、じゃあ、こうしましょう。河野洋平だって、和田さん、和田さんの言う、いわゆるオーストラリア鏡ってのは、多分一緒です。オーストラリアの中にも、中国に浸水しちゃってるやつはやっぱいるんですよ。あ 心もやられてるやついうと心もやられてるのはだいぶいると思います。いそいつ間抜けだね、一番。かだか、ら日本人のやつも間抜けだと思うね <laughs>、はいここ。中国から金もらってやってますなら俺はまだいいと思う。それはオーストラリアですけどね。<laughs> 金もらってるから、俺は仕方ないんだと。言うんだったらまだ、金もらってるからってあるけど。善意でやっちゃってる日本人は善意で中国政府のために努力してるやつがいるわけですよ、ね。まあ地獄への道はね、うん、善意が。北朝鮮のために。<laughs> てますから。 マイカーだって、本当に善意で北朝鮮のためにあの、マイカーさんの場合、善意ですね、あれは。善意ですね。お金もらってた。マイカ自身すげえ金持ちだもん。うん。あの、冷蔵庫屋でさ。あ、そうなんですか。マイカー製作所っていう、でかい冷蔵庫屋なんです。そうなんですかね。マジそうだったんだって知ってからも、俺は冷蔵庫、星野とか、星崎か。星崎星崎。星崎にするぞと。へー。 そうなんですか。まあ、そんなでかいの買わないけどね、業務用。業務用ね。星崎頼む。そあの、お店の奥にある、それがやつで、肉とか入れるとかね。そういうの買う時はないけどね。星崎のやつ入れないですよ。ということで。はい。まあ、そういうことで。はい。じゃあ。ビールのサーバーとかね。そこれで一旦、今週は。いやいや、ちょっと待ってください。まだあるんですよ。もう一個。はいはい。えのまあ、教育省の中には入ったってことですね。けど、もう一つ最後に、一個だけ。はい。あの、2015年。うん。 これ、オーストラリア、あの、ナショナルインバーシティアと国立大学の中に、はい。僕もちょっと今度取材行きたいところなんですけど、売店があります。そこにエポックタイム、つまり大期限、あるじゃないですか。あれが置いてあったそうです。大期限が。大期限が。まあ、あるわけですよね。雑巾売買してるとかなとかっていう。で、その新聞を全部持ってある学生、これタオ・ピンルーっていう人らしいんですけど、それの人が、ある時に突然これ騒ぎ出して、なんでここにこんなものを置いてあんだと。 まあ言論の自由とかなんとか言って、ふざけんじゃねえってことで、このか、うん、あの、新聞紙を全部、その場にあったやつを全部、ゴミ箱の中バーンと入れて、うん、あこれ、このこは二度と置くんじゃねえってことで行って、大騒ぎになったそうです。うん、で、その学生が、その、なんか他にもそういう学生がいて、うん、でそれに関しては、嗅ぎつけて、抗議みたいなこと。まあ、その時あの中国側の圧力はなんかあったかどうか、僕はちょっと知らないんですけど、うん、その中で、え結局、扱わなくなっちゃった。うん、やっぱり。はい で、他の左翼学生の、うん、めちゃめちゃそのマルクスなんとかみたいなやつはまだ新聞置いてあるんですよ。なんですけど、うん、大紀元だけは置いてないっていう。なるほど。要は中国政府に都合の悪い情報は、まあ中国留学生に都合の悪いことはしないっていう、うん。で、でかしかもそれを、はい あのー、留学生自体がセンサー、そうセ,ンセンサーシップになって動いてるというところがまあ本当に、ね、それに大学側もその、いや、それって自由だろっていう、はい、君たちの,その言論の自由だろっていうのをやらない、はい、もう学生自体がエージェントになってるという状況がこれ見られるということを、この第10章の中に書いておりなんとなくこの番組見てても、国際情勢がわかるようになってくるんですけれども、はい、がっつり理論的に。 勉強したいいんだという人にはがあります動画見るだけじゃなくて深く勉強したい人はですね、はい、リアリスト入門<ー>新しいやつは一応ありますしそしてですねどこから始めていいかが分かんない人はもうこれ戦略の階層から戦略が分かるようになるということで、はい、この戦略の階層の三角形これが、うんね、<ー>分かってくるとそで,、ね、でこの上の方はこの、えー、未来予測と戦略 CD とこれ、えーうん、戦略の階層のもう一歩先の、はい、そうですね の三部作クラウゼビッツの戦争論そして、地政学校とか講座そして、孫子の抵いという形で出てますのでがっつり本気でいろんな戦略勉強したいなという人はぜひ新しいのが出ました。一発逆転の 非常識な成功法則、これね、これ以上、非常識な成功法則ないじゃないですかクーデター入門ですから、CD はクーデター入門を解説して、さらに日本人って、こういう非日常の考え方、なかなかできないなということで、いろいろね、それについて議論しながらやっていってますよね。 でですのちょっとこれ、タイトルが難しいなと思ってね、無難なところで、一発逆転の非常識な成功をいそくと、これ、クーデタニウムを解説して、なおかつそれに、そこから学べるエッセンスを作ろうという形で、また和田さんと楽しくお話をしてる、かなり、かなり、いや、結構、真面目に。 話してますよねはい、はい、あの CD の特別価格で出しておりますので<あ>ぜひ買っていただいたらと思ってますね。